ドマイキューは2015年12月23日にゼチマから発売されたキュートの8枚目のオリジナルアルバム。オリジナルアルバムとしては前作から2年3ヶ月ぶりの発売でツンクが総合プロデューサーから引退してから初の作品。そのため新曲はいずれもツンク以外による制作となった。アルバムタイトルは音楽の和音のコードネーム C マジ Q にキュートの をかけたものであるまた各メンバーがメインを担当する楽曲もあるのが特徴である前作同様 dvd 付属の初回生産限定版 ab と通常版の3形態で発売初回生産限定版 a では2015年5月29日に東京リックウィドリュームで行われたナルチカ摂氏2015度キュート公演の模様が収録されているジョイサウンドでは。 本作プロモーションの一環として発売日の2015年12月23日から2016年1月31日までドキューとジョイサウンドコラボキャンペーンを開催本アルバム収録曲を歌い910点でサイン入りポスターシンプ本を91.000点以上でサイン入りインスタント写真が抽選でプレゼントされていた 本アルバム発売から8ヶ月後の2016年8月20日、翌年6月12日をもって解散することが発表されたため、キュートのオリジナルアルバムとしては事実上の最終作となった。ドマイキューアイアンハート男と女と、フォーエバー・情熱エクスタシー・デジタリ・ックレーブ羨んじゃう・羨ラヤンジャ風のメッセージと会の一人暮らし合って、もっと斬新心の叫びを歌にしてみた。 ラブテイクイットオールザパワー悲しき。ヘブンアイミスユーザフューチャーザミドルマネージメント。オナ世中間管理職次の角を曲がれ我が武者ライフド。マイキューありがとう無限の L。ボーナストラックナルチカセッシ2015度キュート5。29。エビスリックウィドリウムナルチカ2015公演が行われた。リックウィドリウムオープニングカッチョイ、ウ歌ラブテイクイットオール MC ザミドルマネージメント。 女性中間管理職、ザ・フューチャー・ザ・パワー・ MC、c キャンパス・ライフ生まれてきてよかった桜チラリ別れたくない、MC 時の角を曲がれ、プリーズ、ラブ・ミー・モア、涙の食・ミッド・ナイト・テンプテーションが入って、もっと斬新と解雇順調キスミ愛してるダンスでは、コーン。MC 僕らの輝き超ワンダフル、MC シャインズ、アンコール、メガボルト別バージョン集。 アイアンハートありがとう無限のエール嵐を起こすんだエキサイティングファイト。ありがとうございます。